って昨日のさズボン早速履いたらさ意外と可愛くて。こんばんは。はい、かわちゃん、やっぽー。こんにちは。全身このわかる、このズボン履いてる。あなちゃん、こんにちは、こんにちは。もうお話から締め切りちゃったよ。申し込んでありがとう。今日も可愛いね、ありがとう。大人っぽいでしょ。買ってきました。帽子や帽子や、帽子かぶってたらもう基本前髪が崩れちゃう。だから最近は前髪はなしこ。あら可愛い、ありがとうございます。話し会ちゃんと申し込みしました、ありがとう。見慣れない壁、よくさ NNB のオフィシャルとかで出るくらい、そこです。いわゆるあのよく有名な壁です。話し会申し込んでありがとう、こんにちは。忘れてた、マジで。はあ、事故。前髪ゼロ点よ、こんなん。ゼロ点です。もう朝からさ、朝からもう大変やってん、今日。ペンバブ君脱走事件。ペンバブ君脱走してさ、ペンバブ君の、本当やったらさ、もっと早くからショールーム始めるよってやったのに、ペンバブ君がね、脱走したの。ペンバブ君脱走事件。聞きたい？ペンバブ君脱走事件の真相を。昨日の夜、最後に見たのが昨日の夜でさ、ペンバブ君、この子。この子をね、探し回って1時間ですよ。この子、他のペンやったら代わりの子っておるけど、この子ってほんまさ唯一無二みたいなさ、ペンバブ師匠ってあの唯一無二やねやんか。考えていいの、めっちゃシュールじゃん。あ、ゆうちゃんハードの3連打ありがとう。お話がうすらくいなくんのだけも、おお、ほんまにありがとう。めっちゃシュールじゃない、ペンバブ師匠って言いながらさ探しててんけど、この子でさ、もうさベッドの隙間やらさ、もうベッドの隅々までもう家中もゴミ箱もあさって、もうめっちゃ探し回ってやんか。でも最後の最後にさ、最後の最後にさ、最後の最後よ。一回見て、一回見たけどもう一回見てみようと思ってさ、ティッシュをポッポッポッってティッシュのところ触ってたらさ、ティッシュのさ、なんかなんてやろな、こうティッシュがここにあったら、こうここまでさあの中に 入っててさ、おってん、ペンバブ師匠。今日なんか雰囲気違ってていつもより好きって、ほんまにやった。今日ちょっと春っぽコーデなんです。春っぽコーデ、こんにちは。春っぽゆなくにしては珍しいね、こんなね、昨日ね届いたあのこんなズボン、かわいいでしょ。全身ね、同じくらいの服装未定だったところの上の方が私服ん、上の方が私服だったっけ。わーゆなな、ライトアイさん、下ありがとう。オレンジリップよく分かったね、すごい。オレンジリップだよ。ベルトある、ベルト、ベルトもちゃんとついてますよ。
絶対自分だったら紫なんて買わないからさ。あ、上がシルクで最終日がセーラーだって。初見です、こんにちは。かわいい、ありがとう。わーこんばんちゃ、びしょちゅるな。わーこんばんちゃ。けどね、そういうね、福袋とかさ、自分が普段絶対買わないような、まあ新しい冒険にはなるよね。ゆなく普段さ、もう黒、ピンク、白しかさ、着ない人間だったからさ、紫ってめっちゃ新鮮やんねんけど。 TT さん、ハートにされるんでありがとう。ウィンク、ウィンクください。はい、紫大好きマン、初見マンです。ピオラ、今日のけどリップの色好きだわ。昔までさ、真っ赤か、真っ赤かリップしか勝たんみたいな人間だったんだけどさ、もうリップで顔が作られると思ってたから、もう真っ赤っかリップの、もう黒かったらいいやみたいな、黒ちゃう黒くちゃう黒くちゃう黒ちゃう、あの赤だったらいいやって思ってた人間だったからさ。今来ましたよ、はゆなの昼ごはん。そう、昼ごはんのそれ忘れてた。こんにちは、ハマモン、お花ちゃんありがとう。もうペンバブ師匠のせいで自分でちゃんと直さんから悪いねんな、ごめんなさい。これからはちゃんとペンバブ師匠の元に戻します。こんにちは、けどもう今日で教訓した、教訓、ペンバブ師匠は元に戻そう。新婚の練習頑張る。こんにちは。私も中高生の頃赤リップしか買ったんやんな、思うよな、なんかもうリップで顔作られてんかってぐらい。またね、あのね、あのおばあちゃんにいつも真っ赤っかなリップつけてるって言って、おばあちゃんとかね、おじいちゃん赤リップにいら嫌う、あるあるやから。じゃあね、充電なかったんじゃなくてね、この子が行方不明になってて、こんにちは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 、んしょ、早川、うん、くかわいい。今日は煉獄さんグローブが発送されるとなりテンション、ゆなくんのグローブよりも煉獄さんグローブの方が先なの。爽やか系のオレンジ服、オレンジ着やんな、黄色も着ない。みんなのさ、あのアバターがもうだんだんとユナナのら、あのアバターが消えていってるよね。ジー、あらま、こんにちは。白が一番よね、白しか勝たん。せひろくん、じいじありがとう。ちぃ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 、うん、こんにちは、こんにちは。これじゃないと逆に違和感ある、確かに。けど全然、あのね、もうね、アバターは個性いっぱいでいいよ。ひよこなのに黄色、別にね、ひよこの色がね好きなわけじゃないねんな、どちらかというとひよこの色が嫌い。どちらかというとピンクのね、ひよこがいい。こんにちは、こんにちは。それな、ゆなのイラストバージョンのアバター、なんかさ、100日経ったらさ、アバターもらえるみたいな噂を聞いたんだけど、なんかな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 か、あれれ難しいアバター見つけたら買えます、了解です。ご希望に応えて30分限定で買えました。お、限定期間、ひよこピンク、ゆなの大好き、ありがとう。今日二十歳に見る、本当にもう大人っぽゆななんで、もう大人っぽゆななんで行くか。
全ひよこがないでごめんなさい。ひよこ好きです。嘘です、黄色好きですけど、ゆなくんが似合わんってだけ。黄色、あの黄色が嫌いっていうのは嘘。ごめんなさい、ひよこくん。なな大好き、ありがとう。レッスン頑張ります。泣き虫ダーの音が頻繁。そう、ちょっと出入り通りで申し訳ないです。まあけどね、ショールームやる場所って言ったらここって感じなので、やっぱどうしてもさ12時にさやりやすいからさ、みんなもお昼休憩とかだから12時に来やすいかなと思って。同様ゆなく、今から大阪に向かいます。気をつけてね。なんかテンション高い。確かに外出たからかな。泣き虫ゆなくんは好きになっていいよ。なんかけど泣き虫なゆなを好きって言ってくれる人はもうなんかゆなの全てを受け入れてくれてって感じがして好き。大阪に行かれる方気をつけてください。本当にエンガワわさび食べながらショールーム。最近エンガワ食べたいのも。エンガワの塊って売ってる？エンガワの塊って何なんやろ。エンガワってエンガワとは何？何食べてましたって。あの時唯一の拍手だった時の感想めっちゃ嬉しかった。ああユナって愛されてるなって思いました。我ながらごめんなさい。調子になりました。調子に乗っちゃって調子になりました。ごめんなさい。ゆななんかわいい、ありがとう。縁側ひらめか。ゆな大好き、ありがとう。縁側寿司のネタ、そうゆなが好きな縁側のやんだけど、なんか縁側のあの元の部分を知らんからさ、いつも縁側の寿司として出されるから、ちゃんと縁側の勉強します。インドの日撮りました。ありがとうございます。どうしよう、あのインドの日だけあの完売というか、インドの日だけそれもちょっとまあまあ悲しいけど話し会思いっきり文字ありがとう。ありがとうマト、ありがとうマルク。もう今日出るやんけど、ウッキ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 。こんな笑ってられんの今のうちやったらどうしよう。こんにちは、インド料理屋の日おすすめで宣伝ありがとう。見た、めっちゃ可愛い宣伝だ、ありがとう。ゆななん黙ってると大人っぽい。ほんまに、あ、申し込み期間終わったね。ちゃんと申し込みして、ニヤ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 、ありがとうございます。2時でインド買い足してからって言ってゆきくんハートありがとう。やばいやばいやばい、頭痛がしてきた。もうコロ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 喋りすぎて頭痛がしてきた。何でこの無駄にテンション高いんやろ。ちゃんと宣伝してありがとう。よく喋るね本当に。潮風の相対上に歌に縁側、うん、インド料理屋は拝見できないかと思うの？みえちゃんに大人っぽさ負けてる。するそうでしょ、びっくりするよ。みえに大人っぽさ買っちゃってたらもうグラビアいけんじゃないって思っちゃう。今日大学休みじゃない。もうね朝からレポート終わらしてきた。すぐにシュッシュッシュッってやって、まあスーパーガールなんて嘘です。ごめんなさい、調子に乗りました。ピオラありがとう。2時3時で買い出します。完売してたら3時や。3時9時ありがとう。なちゃん今日も可愛い、ありがとう。マジでカメレオン、スーパーガール早川さんには敬語を使う。なんで？けど本当にあのペンバブシシを探す1時間はちょっと
ゆなにとって無駄な1時間だったから、もうこれから本当にペンマブ師匠を元に戻すことを神に誓います。本当にめっちゃ探し回ったんだよ。ゆなちゃんかわいい、ありがとう。ピオラこんにちは。今はあの授業がズームとかあのオンラインなんですけど、面白かった今回の授業も。完売状況見て少ないところを追加で買います。おお、少ないところ、ありがとう、優しい。ゆなくんが寂しくならないように、でも優しいね。こんにちは。たくさんおしゃべりするのが楽しくていいですね。映画館向かってる、何の映画見るの？コナンくん。タッ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 、今日も15分配信したから継続なりました。自分とどっちが面白いですか、おしめに似て調子に、いやそれは負けますよ。ワイの母親がごめんやけどすぐに離れ、大丈夫？なんか大丈夫系かな、欲しいか分からんのけど、最近配信が不定期だから見れない時もある、見れなかった時かかる、やんな、ちょっと不定期やめたいねんけど、まだなんかちょっとあんまりね、大学の段取りがつかめてなくて、ちゃんとあの不定期じゃなくて、あの前々からお知らせできるようにします。で今日は公演があるから、遅くなると思いますっていうのは覚えておいてください。なな、メンタンってコナン、真実は一つだったっけ。あー、ぐちゃぐちゃなっちゃった。いや、たまにしか来ないけど大好きで、ありがとう。マッチュンデルマシャ、ありがとう。だるまだるまだるま、みんなも転がる、だるま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 。ひなくんドローンしちゃうの、バイバイ。今日も可愛いでちない、ありがとう。見た目や子供、頭脳、その名前メンタってゆなな、てててててて、てあれコナンの曲ってどんなんやったっけ。あれ坊さん、タコさんありがとう、タコさん、タコさんありがとう。こんにちは、こんにちは。それ情熱。インドビー以外のおすすめけどね、8月8日って最終日でしょ。最終日ってもうユナと、まあまあお話かな、期間が多すぎてるけども、最後だからユナとあの1対1喋る最後のユナの18歳を締めくくれる最後だから、8月8日はおしめなんじゃないかな。セーラー服、セーラー服ユナナン解禁。カビオルくん、かわいい、ありがとう。タラタタタ、あっ正解、うん、分かった。タラタタ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 、マッツン、トラマさんありがとう。すごい、あの擬音語じゃないわ、あのカタカナでさ、あの表せれるってすごくない、タラタって伝わるってすごくない。スーツの日にスーツ大事、ほんまや、スーツの日お話し会申し込んだ方は絶対さ、あのスーツ着てきてな、絶対じゃなくてもいいけど、ぜひぜひ、あのなスーツ着たら就活生みたいな感じかもしれんけど、ぜひぜひ面接してください。ゆなくん、
よく分かっていなくもすごいとか言ってくれてありがとうございます。一緒に入学式する？スーツの日スーツ着て、え、絶対可愛いよスーツとインド料理屋申し込んだ、ありがとう。パジャマでいいの？スーツない？じゃあ全然、多分分かると思ってたけどさすがに、いやいやいや、文字がうまかった。ちっちゃいの何かけて、あーゆっちゃすかわいい、ありがとう。ゆっちゃんの何かけて、次世代コンサートの登録発表今日なんや。みなくんのサリーちゃん見たい？スーツなんか野球帽子で参加、お野球帽子楽しみにしてますね。面探偵ゆなくんなんか最近みんなさゆなくんとか呼んでくれてるの嬉しい。面探偵ゆなくんにしよう。もしかしてバクバク隊の最強ドナンっぽくなったかな。なんかけどなんか顔変わってきたよね。見て面探偵ゆなくん、正直ゆなちゃんと話せるだけで正直は嬉しい、もう嬉しくて転げ落ちそう。しっぱ、こんにちは、みなな大好き、ありがとう。じゅんくんハートありがとう。みなな、はアニメではないんですが、かずきんちゃん昨日なんかさ、あのかぶってたら赤ずきんちゃんって言われた、コメントで。みなさん呼びは異例かな、かな、同じかゆななんとするか迷っちゃう、迷っちゃう、話しよう。ゆなくんと来週だけど申し込みね、もう今日は終わりだもんね。理想は、理想、頭脳は大人、グラビアも大人、身長は、うん、けど今日のねこの服ちょっとね、あのスケルトンなんだよ。話しかの申し込み方がよく分かってないの、どうするんだろう。ゆなくんも自分のお話会申し込みたい。ゆな大好きありがとう。まっちゃんかわいいありがとう。いちいちでしょう。こんにちは、みゆなのグラビア見たいって言ってくれてる、ありがとう。話し会名前設定はショールームと一緒なのが分かりやすいと、うん、そう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 、面探偵は面も解決ね、面好きやからさ、ちょっと面探偵にしちゃった。昨日も考えたら昼夜面食べてた。さすがパクパク隊って感じするでしょ、面探偵ゆなくんってだけで。あかりちゃんハートありがとう。メンタンってはじめまして、グラビア、自分のが麺食べてる自信ある、恐れ入りましたはい、合いますよ私。いや大好きありがとう。パクパク隊配信は1時間ぐらいやろうと思ってます。終わったら練習しないといけないからね、家にね、やりたいんですけど、本当配信なんて楽しいから一生けどね、頑張ります。勉強を始めまして、可愛くて心臓バクバクだ、やった。どんな水着着たい、けどこのさ、こういう後ろで結ぶ系の着たい水着、ビキニで
もう紐で結ばれてるみたいな。メンタンテユナック。そう、ミエルさんの声のレッスンの。レッスンのあれに自主練みたいな感じかな。また夜見に来るのありがとう。昼休みに泣く配信午後から頑張れる、ありがとう。ナナの目つき満たしている。プライベート水着を着る機会ないな。ゆなくんさ、あの海というか泳げへんからさ泳げへんから、うん、あんまないねんけど。けどさ、なんとなく思うねんけど、プールとか行ったりしやん、全然。けどね、なんとなく思うんですけど、あの10代のうちにあのスクール水着とかもやりたい。グラビアでスクール水着って結構エロくない？また明日から本気出すの、明日見に来ます、ありがとう。まあ需要あるかはどうか分かんないんですけど。こんにちは。なんか10代ならではのさ感じよ。一部のマニア。何なの、買います、ありがとう。共演すぎ、共演すぎの。ハルボーさん、かわいい、ありがとう。選手のティープン、てっぺんラジオか。一部のこれティープンって呼んじゃうねんな。スクミズ予選について若ぽんさん語ってた。すいません。けどね、あのお腹が出えへんからさ、ゆな、あのお腹出したい。皆さんかわいい、ありがとう。ビキニよりワンピがいい。まあ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 、夏は夏といえばね、水着ですね。まあいつか楽しみにしてくださいね。リップはぬりぬり。食べて太らない体質で全然太るけど、お腹は太らんな。足とか。じゅんくんハートありがとう。顔に出やすい、顔が。いやな、積極的だから好き。やった、こんにちは。じゅんくんハートありがとう。お、てっぺんラジオ、今日はココナさんとウカさん。ナナ大好き、ありがとう。ジュンくんハートたくさんありがとうね。アンジュはリップ塗るところと食べるところは隠すよ。そうなの？ユナ大好き、ありがとう。ユナちゃんとの袋閉じだったら嬉しい。なんか女の子でもそういう風に言ってくれるの嬉しいよね。こんにちは。ユナくんの祇園ラジオ、日曜日までしか聞けないので、聞いてない方ぜひ。ありがとう、宣伝を。ないけど今ユナくんだけ。うん、ユナの水着は載った雑誌は10冊買います。やったありがとう、ユナの大好き、ありがとうね。今日は緊急事態宣言前に経済回しに逆局話し会参加できる日のユナを撮って。おお、本当に
ありがとうマント、ありがとうマルキシ、ありがとうマリコン。カレーとなんのマッチョ。花丸、ありがとうたくさんの。グラビアに自信あります。そんな言わんとこ言わんとこ。言わんとく。アンギャ、アンギャっていうの。よく鎖骨をね、ママにも鎖骨を褒められることが多いから、鎖骨を8月制服かなとおまめに短文送ったらまさかになると思ってなかった。ありがとう、さすが当たったね。5月入ってからの超絶かわいい公演開催するが新物やな。でもこのご時世、ひなののグラビア出たら絶対かまたいいお知らせできるように。キュン、お腹空いてきた、お腹が空いた、こんにちは、お腹がすいたろうです。何時だ今。こんにちは、お腹すいたな。何食べた、何食べたやろ。何食べたやろ。鶏肉が食べたい。なんかあ、インド料理のさ、カレーの中にあるチキンカレーの鶏肉が食べたいってことで、何が食べたいです。ミートソースパスタ食べた、親子丼って、親子丼もいいな。こんにちは、いなくんと一緒に食べたら何でも美味しいやろなんて本当に思ってるの、最高。めめマヨ探偵、マヨ探偵、いなくん焼き食べたい。鶏肉って何の肉。カレーラーメン、鶏肉って鶏。人生でもう一回もずっとついたことないので、本当でした。ってナナの手料理食べたい。こんにちは、東京夏日、ユナナの眉毛の形好き、本当に嬉しい、眉毛の形好きなんて。あかりちゃんスターありがとう。こんにちは、得意料理何でも作れる、レシピさえあったら。おお、ああ、みんなの顔面が好き、本当に嬉しいな。みんなの顔面が好きってマニアック、肉じゃが作れるよ。自分いなちゃんの嫌いなところないよって言ってくる。自分は生姜焼きです。おいしいな生姜焼き、マニアックな人です。みんな肉じゃが好きなの。ナナこんにちは、じゃがいもはね最後に入れるのがね、あのね味噌だよ、味噌、肉じゃがは、じゃがが崩れないように。カレーもだけど、
やな、昨日聞いてたら寝ちゃったよって。やった、ゆなの顔みんな好きって言ってくれて。ふうみ、お花ちゃんありがとう。ゆなと机に座って乾杯して食べる、キャッハーって書いてる。テンション高っ。ふうみハートありがとう。ゆなちゃんかわいいし美人とか。ゆななんば釣りに行ったら食べる派、調理する派。えぇ、ー、なんあんま釣り行かんからな。釣り行く。お顔も性格も大好き、ありがとう。好きじゃなかったら来ない、泣き顔も見てみたいし。ひなの顔面が好きだし髪型も好きだし身長も好き、好きだらけやん。ありがとう、マト誕生日も好きでしょ。ユナの全部が大好きだ。あかりちゃんスターありがとう。釣り吉いう釣り堀酒場が好き。そんなんあるん？麺探偵。誕生日が一番好きでしょ。ゆなの髪伸びてん。よく気づいてしまいましたね。私すぐゆなが好きなんで、ありがとう。ゆな見て、髪伸びた。こんな伸びた。伸び太郎です。前髪もいい感じに伸び太郎してくれました。ふうみおぷっぷありがとう。ゆなは本当にいつ見ても可愛い、大好きやで、ありがとう。ふうみおぷっぷありがとう。家族とか友達より髪見てるから髪伸びたのは気づく。さすが興味持ったきっかけは誕生日やしな、嬉しい。春が来た、春が来た、あなたのところにやってきた。アンドゥトロワで春ちゃんパワー受け取ってな。かわいい、はるかさん好き。話し会申し込んでありがとう。話し会でハッシュタグ好きなんで歌うよ。全然リクエストされたら歌う。え、ちょっと違うかった、ごめんなさい。そういえばミルキーさんがニュースになってた。ゆなのカメかわいいの、ほんまに？やだ。最近サダールさんに会いました。先週の月曜日、今週の月曜日に会いました。ワイニャンプップありがとう。あなたの隣なんよ、めっすごい。ごめんなさい。毎日なちゃんパパもらってありがとう。パクるな、ゆななんパパでしょって。はるちゃんとワイのことちゃうよねって名前は似てるけど。ピオラありがとう。あれなキスしなしてください。はい。ゆなパワーメイクアップアップアップ
はるかさん、焼き芋好きなの？食べるのも焼き芋。今日何時からやってたっけ？20分ぐらいやったっけね。あれ何時からだったっけ？吸い込まれる。はあ。はあ。何時からやってたっけな。こんにちは。最近サダールさん髪染めましたよね。思ってました。13分からだったら15分に終わるから、あと10分経ったらカキカキし始めますね。セーラーは青色、リボンの色はまだ決めてないけど、ありがとう教えてくれて。開始時刻とか夜配信やります。仕事頑張ってね。そう、はるかさんと同い年なんです。何気に。はじめまして。落ち着かばた。ふみん、あとありがとう。片耳。耳。ゆななリップ塗ってる。可愛いあくびありがとう。お昼ご飯は。な。な食べたらいいと思う。ごめんね、素直じゃなくて好き。耳。耳可愛い。セクシーな耳。伸びるよ、耳。ビヨーン。セーラームーン知ってる。ちょっと世代違うけど。セイザナマタタキカチョエハナ恋の行方同じ月に生まれたの。ナナピザも好き。好きピザ。ミラクルロマンス。何かセーラームーンの曲の歌詞かって。なるほどね。月が変わって6月もうけど、もう言って5月やんな。早っ。早い。あいるや休み終わりちゃんね。配信ありがとう、ありがとう。ゆきくん、よいありがとうございました。みなくにお仕置きされたい。 M さんですか。ヤナ大好き、ありがとう。アヒルケーキお疲れ様。
星はチームユナ。何したらお仕置きもらえます？やだよ。ニカ待ってました、待ってました、新学期あなたを暗く日に焼けてるかな、待ってました、待ってました、会いたくて。うまめ撮ってしまいました、ありがとう。今撮ってくれたの？ありがとう。他の今のところに行ったらお仕置き？お仕置きはしないけど、ゆなくが悲しむだけ。悲しむけど、お仕置きしないよ、そんな。待ってました。待ってました、お話し会、ナナのお話し会に当選できますように。いつ何時だったっけ、当たったとこ分かるやつ。ドキドキなんだけど、ドキドキなんだけど待ったなし、ナナのところにしか行かない、ありがとう、嬉しい。今日の夕方行こうか。了解です。ドキドキ、なんかドキ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 と、公演が終わったらもうじゃあ分かってるってことだね。こんにちは。完売した時の公約って何？公約って、公約？公約ってなんていうの？どういうこと？ごめんなさい、ゆなくん分かんなくて。公約？約束事？公約。ああ。これします。ゆなくんが公約するの？なんやろ、なんやろ、目標達成したいこと？え？フル部数目指しますとかかな。あ、完売したら何々とか、そういうあの交換条件が欲しいのね、みんな。どうしようかな水着配信、それあれ、あのバンされるよ。やっと休憩、お疲れ様。あかりちゃんハートありがとう。呼んだ。みんな水着好きすぎん。買った人を笑顔にさせます。あ、そういうことね。ゆなのお話し会を
悔させませんとか。好きすぎて好きすぎて好きすぎて僕は君が。こんにちは、お疲れ様です。昔指原さんしくみず聞いた配信公約して、そうなんけどな、あのユナがもらったショールーム注意事項ダメって書いてた。はい、じゃあ書きます。へへへへ。今日も京都で画伯で行きます。配信って昼寝するの？いっしし使ってて草。ひなの髪がすっごい綺麗だって、ありがとう。めっちゃさ、この女の子の髪色いいことに気づいた。めっちゃいい髪色してるね、君。ゆる配信登録伝えるの、はい、ありがとうございます。もう僕は君以外言えてない。
昨日会社の後輩ちゃんにゆなくんの歌ってるオハホアって曲、そんな歌ったっけな、そんな変な曲歌った、お風呂で鼻歌歌う肌に、お風呂で鼻歌歌うっけな、よし、もうすぐで書けるよ。最近ちょっと画伯のクオリティが上がってるから、ちょっと私に期待しないでって歌いたくなるね。嘘期待してください、期待してください。プレッシャーかかる？期待しかしてませんだって嬉しい、ありがとう。よし、もうそろそろ出てきます。あ、間違えた。こんな感じでいいかな。多分できました。多分。色塗りがこの子大変なんだよね。難しい色塗りが。難しい。できた。できました。ヤナラベット写真見せ、なんかこの写真多分見れへんねんな。できましたわよ。見たいでちか。はい。では。
13位トリアジさん、ありがとうございました。いつもありがとうございます。12位マミさん、ありがとうマミさん。今日もキャッチ。11位はシンカシンカ、ありがとうございます。10位はおじもくん、おじもくん、お仕事お疲れ様、ありがとう。9位のべちゃん、のべちゃん、ありがとうございました。ありがとう。8位はびょんちゃん、びょんちゃん、いつもありがとう。7位はあ、ゆうちゃん、ゆうちゃんも今いてない、ありがとうございます。6位はシールク、シールク、いつもありがとう。5位はカフェオーレくん、見てるかな、ありがとう。カフェオーレくん、今日も。ゆうはゆうきくん、お仕事中だね、ありがとうございます。そしてこれね、3位がふみ、ふみん、たくさんコメントもありがとう。そして2位がジェンくん、誕生日一緒嬉しいありがとう。そして春1位はあかりちゃん、いやありがとう。あかりちゃんのイメージ、うさぎ役、うさぎ描いてみた、ありがとうございます。どう、結構腕上がったか。パチ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 、ありがとうございました。じゃあ最後に顔、最後にスクショタイムしたいと思います。仕事終わり見えてよかったです、ありがとうございました。ペンムブさんの一言いきます。エンプレッサポーズ、こんにちは。では最後にピュアババさんの一言、僕は二度と脱走しませんでした。脱走しないように、もうケースに、ケースにも入れました、ペンちゃんをね。同じく当たりますようにポーズ。今日も曲って言うのが好きでした、ありがとう。では頑張ります、練習行ってきます。バイバイ。最後まで見ていただきどうもありがとうございました。当たる気がしてきた、ありがとう。スクショいっぱい撮りました、ありがとう。じゃあみんなバイバイ、またね、ありがとうございます。頑張ります、夜の配信も多分遅くなるけど待ってます。バイバイ。皆さんたくさんお話し会応募してくれて本当にありがとうございました。頑張ります、バイバイ。